時代 の, その、まあ、あの目標とかモチベーション、はい、ちょっと今お話でもあったと思うんですけど、結構具体的な、まあ、その時その時に応じたモチベーションとか目標って。プロになればやはり、まあ、チームの結果を、チームが目標とする結果を出すことにはやっぱりコミットしなければいけないなっていうのは常々思ってましたし、その中でただチームは結果出るために自分の役割、立ち位置ってどこなんだろう、でもプロである以上試合に出ないことには自分自身は満足できなかったので、チームの目標とは別に個人としては常に試合に出ることにはすごくこだわってましたね。その現役時代の例えば最高の瞬間だったりとか、なんか今思い出すありますか？なんだろうな、現役の時ってやっぱりいい思い出もたくさんあるし、逆に言えば悔しかったとか、モヤモヤする瞬間ってたくさん味わうじゃないですか。だから数で言うと多分そっちの方がやっぱ多いのかな。いいことなんて、まあ、すぐ忘れちゃうというか、まあ、その中で言うと、でもプロになっての初勝利っていうのは自分の中では印象深いですね。ポジションがゴールキーパーなので、どうしてもやっぱりこう守りのポジションでやっぱり、負けたりすると、まあ、ショックも大きいですし責任も感じますけど、その中でこう、まあ、まだ若かったのでデビューしてから何戦かは勝てずにってちょっと苦しかったので、そういった中でやっと勝ちをつかみ取ったっていうのが印象深いですね。なかなかポジション的にはあまりこう積極的に選ばれるようなポジションじゃないのかなっていうイメージなんですけど、はいはい、実際はどうなんですかね。まあ基本昔も今もやりたがる人は少ないですよね。点を取られるとか、まあ、サッカーなんでやはりピッチを走ってボールを蹴ってっていうのが楽しみの醍醐味の一つだと思うので、その中でなかなかそういうプレーに関われないっていうところでやりたがる人は少ないと思うんですけれども、まあ、ただでも逆にもう一つしかないポジションで、手が使えて、そのチームがピンチの時にチームを救えるポジションでもあるので、そこはもう本当一つのやりがいとして僕自身は楽しんでましたけど、もう守りの本当に要というか、そこが割られたら失点してしまいますし、はい、そういったような責任とかもすごい感じながらのプレーだったんですかね。そうですね、たとえまあチームが例えば3対1で勝ちましたって言っても、その1失点してることには変わりなくて、だから喜びも半減とか場合によっては半減以下、うん、それよりもやっぱり1-0とか2-0、とにかく0で試合を終えれるっていうのがすごい大事だなと思って毎試合ピッチに立ってました。本当に現役を、まあ、引退というか、はい、ちょっと退いたのって何年前ぐらい、2014年シーズンが最後のシーズンだったので37歳で現役辞めました。引退するきっかけみたいなのって何かありますか？自分のプロサッカー選手っていう一つのボーダーラインがあって、最終的にオファーいただいたのが、それを自分の中で決めたボーダーラインより下回るような、うん、条件、それお金だけじゃなくていろんなもろもろ含めての、提示がそれだったので、まあそれであれば自分の商品価値としては見合わないっていうところでそういった決断しました。結構もうその時からその自分の今商品価値というお話ありましたけど、はい、こうちょっとなんか自分の価値というか世の中に対しての価値だったり、こうビジネス的な思考とかもあったんですかね。漠然とですけどね、それこそそのさ、じゃあ辞めてどうするのっていうところに対しても、まあ、やはりサッカー選手って、まあ、今でこそ40歳超えてもやられてる方もいますけど、やはりそんなに平均的には長くないじゃないですか。そうすると30超えてくるとその次のキャリアのことを考えたりとかもしてたので、そういった意味ではその辞めた先にサッカーコーチにいきなりなるのはどうかな、同じサッカーでもいろんな角度から現場であったり離れたところだったり、それこそカテゴリーにしてもそうですけど J だけじゃなくてそれより下のクラブであったりとか、いろんなそのサッカーを見ることは今後の自分にとっては必要だろうなと思っては現役中の頃からいましたし、あとはちょっとビジネスであったりとか違った職種とかの方と関わらせてもらう中ではそういったことにまた
チャレンジはしてみたいなっていうのはありました、ね、結構他の周りの人とかあまりそこまで深くは話してらしてなくて、ただ、ね、監督目指す人は選手の頃からライセンスを取りに行って、監督を目指すっていうことをこう、まあ、明確にしている人も中にいましたし、ただあまりそうですね、僕みたいにこうしてる人はあんまりなかったかもしれないですね。どうなんですか、結果的にやっぱりこうしっかりある程度先のことも考えてた方がやっぱいいなっていう。現役中ですか、はい、まあ、一番は、うん、あのね、そのやってるその今 の, その競技をどんだけ長く続けられるかとか、そこでどんな結果出すかってことにフォーカスすると思うんですけれども、やっぱりそれと並行して、まあ、自分のやりたいこととかその後のビジョンっていうのはしっかり持ってやっていくというのは大事かなと思いますね。